大阪市立姫里小学校は、大阪府大阪市西淀川区にある公立小学校。大阪市姫島神社高等小学校の分校として設置され、その後独立校として開校した。学校所在地の姫里はもともと、姫島と能里の領長の一部だった。昭和時代初期、姫島と能里にまたがる一帯が、姫の里として、土地区画整理事業が実施されたことや、 交通の便などの関係で住宅地として発展したことで地域の人口が増加した。それに伴い姫島人情高等小学校と野里人情高等小学校の児童数も増加して学校か密日が問題となった。また、地域の児童は当時、阪神国道や当時地上を走っていた阪神本線の踏切を渡って姫島、野里の両小学校に通学していた。 阪神国道の交通量が増加したことや、阪神本線の踏切の横断の問題から、交通面での不安が指摘され、地域に学校を設置してほしいとする住民の要求が高まった。1940年には、大阪市姫島神城高等小学校の分校を設置し、地域在住の児童が通学するようになった。当初の分校校舎は、室戸台風からの復旧の際に、 姫島小学校に仮設されたバラック校舎が転用された。翌1941年には国民学校令により、姫島尋常小学校は姫島国民学校へ解消されている。地域住民は学校を中心にした町づくりを検討した。姫島、野里の各町会の一部が合併し、阪神本線、阪神国道、淀川、 大野川に囲まれた地域を管轄区域とする形で1942年に姫里連合町会を設置した。姫里連合町会の管轄区域を広区とする形で1942年11月10日に大阪市姫里国民学校が独立開校した。開校時には初等科5年生以下の児童547人が姫島、 野里の両校から転入し、また高等化も併設された。太平洋戦争の戦局が悪化し、初等化児童は1944年6月に、現在の豊中市曽根に2泊3日で、集団被害訓練を実施し、同年9月以降には、学童疎開に出発した。大阪市では、各行政区ごとに、集団疎開先の府県を割り当てた。西淀川区の国民学校には、 四国方面が割り当てられ、姫里国民学校の集団疎開先は、徳島県伊野郡、松坂村となった。1944年9月以降現地の宿舎で生活し、また現地の松坂国民学校を曲がりして学習を行った。また高等家児童は1944年以降、近隣の工場へ勤労動員された。1945年には、 つくだ国民学校の高等化を合併している。高等化は1946年、姫島国民学校高等化に合併される形で廃止された。1945年6月15日の第四次大阪大空襲により校舎を消失した。戦災被害により児童も大幅に減少したため、終戦直後には廃校も検討された。しかし、地域住民は、 学校再開を求め、学校の存続が決まった。1945年10月21日には、疎開先より児童が帰校し、授業が再開した。授業再開の際、南区、同人国民学校や大和田西国民学校から、机や椅子を開けてもらっている。1947年の学生改革により、大阪市立姫里小学校となった。ありがとうございます。